随岩寺は、岐阜県伊比川町にある臨済宗明真寺派の寺院。古典によると、天平年間に、京王紀がこの地を訪れた際に、一堂を混流して、地蔵菩薩を安置した。1336年、守護大名の時より安が、父の時より清の菩提を弔うために一時を混流。これが、随岩寺の始まりとされる。海山は、大林全育大将で、 より清の葬儀を行い、十字となった。1353年6月に、ご光厳天皇が戸での戦乱を避けて、随願寺の小島富宮へ、お入りになられ、8月まで滞在したことにより、随願報告前寺と直学を賜る。1624年、旧大垣城主の岡部長森が書道を再興した。随願寺には現在、大垣城主であった戸田市歴代の国印城と、 町指定文化財の円空仏が保管されている。ABCDE 岐阜県二比郡教育改編、随備郡市百十六から七百十七ページ、ABC 伊比川町観光情報随岩寺、岐阜県、ぐどあずまこと筆跡岐阜県、木造地蔵菩薩座像岐阜県、小島のすさみ社本岐阜県、仙台筆詩本水木放慢山の図岐阜県、県本水木草座の釈迦像岐阜県、 時よりひよ、より安伏の墓、ありがとうございます。